こんにちは、黒田大志です。今日もご視聴ありがとうございます。今回はなんとダイエットということでですね、まあ、ダイエットもね、楽器の習得、まあ、ベースやったりドラムやったりしますけど、そういうやつとか、例えば語学とかもそうなんですけど、基本的にはこういうのなんか物事を習得するっていうのは、やっぱ記録して見える化するっていうのが僕は大事だと思ってて、で僕2014年にね、25キロ、落としてるんですよ、1年間でね。で100キロ超えてたんです。で、まあ、その写真もあるんですけど、そのドカーンとこう太ってた時期から、ストって痩せた時期っていうのをね、でまあ、ダイエット理論にいろいろあるじゃないですか。で、その、まあ、その中でも僕は一番効果的な方法これだと思ってるやつがありまして、まあ、効果的というかこれが一番ベーシックなんじゃないかなと思ってるんですね。で、まあ、マインドセットと、あと記録アプリを使う、公言する、続けるためには人に言っといてですね、まあ、みんなに言っちゃったしなっていうところで続けるっていうのが僕は大事だと思ってるので、その辺の内容をやっていきたいと思いますね。2014年に25キロ痩せたっていうのが、これもちょっと写真を見るとちょっと洗うと思うんですけど、まあまあパンパカパンじゃないですか。こうね、パンパカパンで、お腹もですね、これベストがですね、これ閉まらないんですよ、前が。もう一個もボタンがはまらない。あの、芋洗坂係長ぐらいね、こうもう全然、プチってやってもプチって外れちゃうみたいな感じで、もうお腹もう弾け倒してましたね。100キロジャストぐらい行って、あ、これ41歳の時ですね。これ、今より老けて見えませんかね。で、この後結局25キロ痩せてこれですね。なので、まあ、むしろこっち42歳でこっちの方が多分1年後なんですけど、こっちの方が若く見えるじゃないですか。まあ、ぐらいの感じで、まあこれは、まあ僕どっちかというと、みんなにその痩せ型のタイプですよねって言われるんですけど、めちゃくちゃ太りやすいタイプで、まあ食べたら食べただけ太るんですよ。で、まあある時やっぱりこれはちょっとやらなきゃいけないなと思ってですね。基本的にですね、僕こういうのを記録して見える化するっていうのが大事だと思ってて、まあお金の貯まる人貯まらない人、この辺僕ちょっと耳が痛いんですけど、結局収入と支出をちゃんと、管理するってことですね。で、ダイエットも僕はそうだと思ってて、自分の体が代謝、一日の代謝量がどれぐらいかっていうのをちゃんとね、把握すれば、そうすればそれ以下だったら必ず痩せるんですよ。で、まあ楽器の練習もそうですけど、まあ、いつどんだけ練習したかっていうのをやっぱりリストにしていくとか、やらなきゃいけないことを書いてて潰していくとか、そういうこう記録して見える化する。テンポが速くなりませんっていう人よく、ね、あの質問来るんですけど、テンポいくつで叩けますかって分かりませんって言ってるんですね。でいくつにしたいですか分かりませんって言ってるんですね。だから結局、その100メーター走のね、あの陸上選手だとするじゃないですか。で僕足遅いんですよって言って、どれぐらいですかって言ったら、100メーター何秒って言ったら分かりません。何秒にしたいの分かりませんって言ったら、これは上手くなるわけないじゃないですか。毎日毎日記録するんですよ。これがすごい大事だと思ってます。ダイエット理論っていうのがですね、まあいろいろあるじゃないですか。で、ダイエット理論って山ほどあるんですよね。まあ過去にいいと思ってされてたものが、これは良くないですよっていう風になってることもものすごく多いですね。で、基本を抑えないと全然僕意味がないと思ってて、だから例えばボクシング、僕ちょっとやった時期あるんですけど、ボクシングの選手、周りの選手見ててもそうですけど、基本的にやっぱり入る量をものすごく制限するんですね。やっぱり当たり前ですけど。だからカロリー数をちゃんと計算して、こんだけのカロリーでタンパク質をどんだけ取ってっていうことをやるんですね。やっぱ基本はやっぱり記録するってことですね。だから、むやみに食べないということですね。ダイエットの経験は僕たくさんありました。本当にキャベツダイエット、キャベツばっか食べる。ね。で、とにかくキャベツ食べて、あとは好きに食べていいみたいなね。で、あとジョギングとか、こう、まあ、一日何キロ走るとかっていうのをやってたりとかする。これも、でもね、数々失敗してますね。やめると結局リバウンドしちゃうんですよね。で、まあ、リバウンドの原因というか、まあ、一月ね、一挙に5キロ以上、落とすと、体重減らなくなってくるんですよ。これホメオスタシスって言って、人間がこう自分の体を変化させたくないので吸収力増やしちゃうんですね。で最初は面白いようにガーンって下がってくるんです。一月ぐらいです。で、一挙に僕痩せたんで、でその時にやっぱホメオスタシスかかって2ヶ月目全然減らないんですよ。もう食べる量減らしてるのに全然減らない。でここで大体みんなやめちゃって、吸収力増えた状態でやめるからボーンってまた太っちゃうみたいなことが起こるんですね。これリバウンドの原因って言われてますね。2014年はですね、僕、だから、1500キロカロリーっていうのを計算、ちょっとこう、僕の体重的に言うと、本当は2500ぐらい取らなきゃいけないんですけど、1500から2800ぐらい取らなきゃいけないんですけど、1500って相当少ないですね。でも、郷ひろみさんが1日1200キロカロリーって言ったから、これぐらいかなと思って、1400キロカロリーを、まあ、1年間まんま続け続けました。もう、かなり辛かったですね。でも、まあ、だいぶ慣れましたけど、で基本この理論的にはですね、7200キロカロリー、要は収入と支出ですよね。自分が息をしてるだけの基礎代謝、要は自分の体の大きさとか筋肉の量を考えてみて、まあ大体ですよ、ざっくりと息をして生きてるだけで、僕は大体1日1800から2000弱ぐらい
をこう消費するんですね。歩いたりするとちょっとなんか結局消費するじゃないですか。まあ僕の場合は2500ぐらい取らないと痩せてっちゃうんですね。だから今2000前後にしてるんですけど、1500キロにしてました。ってことは1日1000マイナスぐらいじゃないですか。だからもうみるみる痩せるんですよ。1週間ね、1キロペースでどっとどんどん痩せていくんですけど、4キロ5キロガーンって下がったらしばらく下がらなくなるんですよ。で、あ、つれえな、同じことやってるのに下がらなく、もう下がんないのかなと思って、しばらくすると体がもうその状態に慣れちゃって、で、また下がり始めるってことがあるんですけど、やっぱりかなり厳しかったですね。だから1ヶ月痩せたら2週間、3週間全然落ちなくて、またガーって痩せてって、みたいな感じで、なんとか20キロ痩せ、25キロ痩せましたけど、ダイエットのきっかけっていうのは女子大生の一言なんですね。これがですね、先生、2年間で超スタになりましたよねって言って、まあ本当にね、2年前ぐらいはこれぐらいのスラッとしてたんですけど、一挙にこう来たでしょ。で、まあまあ見たらどう考えてもおっさんっぽくなったじゃないですか。だからまあおっさんになりましたねって、そうかなとか言って、でまあでも確かにお腹めっちゃ出たしなと思って、お腹本当に子供ができたみたいなポコーって出てたんで、フォローのつもりなのか、でもそれは先生のせいじゃなくて老いのせいですから気にしないでください。いや気にするわと思って、でまあもうものすごい効果的な方法をいろいろ探りまくっていろんな人に聞いたりとか本をいっぱい読みましたね。で、まあ一番大事なのはレコーディングダイエットだと思うんですね。で、大体のカロリー計算にやっぱり慣れました。なので、僕そんなにリバウンドしてない。90超えたことはそれからないですね。で、今だからちょっと85超えたんで、またやろうかなと思ってるんですけど、大体のカロリー計算慣れます。あ、これぐらいのカロリーだな、みたいな。大きなリバウンドはなくなったけど、でもね、ちょいちょい食いしちゃうんですよね。あ、まだ今日はあと800ぐらい残ってるから、お酒飲んじゃおうかなとかってやって、お酒飲むとお腹空くから、なんだかんだ来て、あ、今日はやっぱ1500、600食べちゃったな、みたいな感じで、あ、まあそういうのが続くんですね。続くとやっぱダメですね。で、補助的な役割、まあ基本的にサプリとかですね、運動とか、何々だけ食べる、まあ、ささみだけ食べるとか、馬肉だけ食べるとか、バナナとかリンゴとかキャベツダイエットね、僕もやってましたけど、まあキャベツなんかもこれ理にかなってるんですよ。キャベツってね、この M 玉1玉で、まあ半玉で120だから、1玉で240ぐらいなんです。だから僕は1日10玉食べてもいいんですよ。だからもう千切りにして10玉ってすごい量じゃないですか。もう食べきれないんですよ。だから理にはかなってるんだけど、じゃあ実際に可能かってはそれ無理じゃないですか。そればっか飽きちゃうし。で、しかもこれってそのドレッシングを使わないっていうの話なんですね。ドレッシングってすぐ後でも説明しますけど、油なんでめちゃくちゃカロリー高いんですよ。なので、カロリーで考えると、要はやっぱりカロリーの計算をした上で、こう、バナナとかリンゴとかを、こう、うまく取り入れていく感じですね。ささみとか馬肉、プロテイン質高いし、特に馬肉なんか噛み応えあって、僕は馬肉好きで美味しいから。だから、この満足度を得て、で、キープするために使うみたいな感じ。何々をだけ食べたら、あとは計算しなくていいよっていうのは、全然これおかしな話だと思ってて、イメージ的に言うとですね、収入自体が僕、まあ、例えば30万だとするじゃないですか。30万で毎月楽器を2つも3つも買ってですね、だいたい収入、支出自体が50万平均になってたら、マイナス20万じゃないですか。貯金全然たまらない、借金どんどん増えていくって状況で、クーポン券集めると200円もらえるんだわ、みたいな話を、一生懸命それだけやってる。みたいな。 でもその一番大事なのはここを収入と支出をちゃんとやっぱ計算して合わせなきゃダメで、その中で細かいとこやっていくっていう感じですね。で、食べる順番とかですね、これもだからそのすごく大事って言われるんですけど、基本的にカロリー量が多かったらどんなに順番変えてもダメですね。これはそうも思います。で、我慢続かないんで、3食のうちに僕は甘いもの好きなんで1食はデザートっていう風にしてますね。で、だいたい太る時っていうのは3食ともデザートを食べてる時ですね。で、まあ1食はデザートまでで満足するような食事をとる、食べたらすぐに歯を磨くってことですね。口の中にね、残留物があるとお腹が空くんですよ。で、なのでもうすぐにもうご飯食べたら、もうデザートまで食べたらもう歯磨いちゃう。そうするとね、まあちょっと時間経つと満腹中枢がこう動いてちょうどいいってこと。まあ咀嚼するってことですね。馬肉なんかそうなんですけど、馬肉って固めなので、やっぱ噛めば噛むほどやっぱお腹って時間かかるし膨らんでいくんで、ガムとかですね、昆布とか、昼間だからお腹空いたりするとこういうの食べたりとか、あと煮干しとかを食べてますね。これアイドルの人たちがよくやってますよね。煮干し食べたりしてますよね。僕お弁当3分の1残すようにしてますね。お昼のお弁当作っていただくんですけど、3分の1残しといて夕方ぐらいに小腹が空いた時食べるようにしてます。で、この弁当ってそうなんですけど、
全部食べても夕方お腹すくんですよ。3分の2食べて3分の1残してても同じぐらいのお腹のすき方なんですね。満足度が上がるし、一挙に血糖値上がらないので、回数に分けるといいって言いますけど、僕もそれ考えて3食にするよりかは4食ぐらいで考えてますね。で、チートデイっていうのありっていう僕は考えていて、まあ飲み会などあるときは1月に1回とか、まあ2週間に1回ぐらいのペースだったら OK かなと思ってるんですけど、これはこの理論が本当に正しいかどうかわかんないですけど、ホメオスタシスって要はこう食べる量をいきなり減らすわけじゃないですか。そうすると体がですね、あ、食べ物がなくなったから吸収力増やさなきゃと思って吸収力増やすじゃないですか。だけど、ガツ食いするんですよ。4000キロカロリーとか1日食べると、そうするとホメオスタシスが一体リセットされる。あ、別に飢餓状態じゃないんだねっていう風になって戻るってよく言われるんですけど、本当かどうかわかんない。まあ、ただまあ、適度にやる。まあ、たまにやる分に関しては、それで一挙に戻るってことはないので。でも、お弁当は3分の1逃して夕方食べるようにしてますみたいな。やっぱりね、我慢しない。お腹が空いたら何か食べられる状態にはしておくっていうことにはしてますね。で、筋トレという酸素運動に関しては僕もいろいろし、ね、筋トレもすごいやってて、一応、ワンレップですけど、100キロ上がるんですよ。筋肉増やすと基礎代謝が増えるので、筋肉増やして、だから筋トレという酸素だと筋トレやるといいよって言って、一時期筋トレやってましたけど、これね、調べてみたんですけど、1キログラムの筋肉増やすと、だいたい、1日あたり7キロカロリーから10キロカロリー。で、1キログラムの筋肉増やそうとも、多分半年1年かかるんですね。だから、1日7キロカロリー、10キロカロリー。でも、1日7キロカロリー、全く何もしないで、10キロカロリー減ったとすれば、1月で300キロカロリーですよね。だからおにぎり1個分ぐらいですね。だからあんま変わんないと僕は思うんですね。で、有酸素運動ってね、だから基本的にはキロ数かける1キロメーターなんで、50キロの人が1キロ移動して50キロカロリーなんで、85キロの僕がですね、30分走って30分でまだ5キロぐらい走ったとして425キロカロリーですね。菓子パン一つでチャラになっちゃいますね。これだから走ったからってビール飲んだったり、ビールでだいたい1杯200キロカロリーぐらいなんで、2杯飲んだらもうチャラですね。で、菓子パンって1個で1000キロカロリーぐらいあるやつあるので、なので結局有酸素運動したけど結局食べちゃっただと意味ないんですね。だからイメージ的には運動せずに、有酸素運動も筋トレもせずに痩せることは可能なんですよ。で、そのある程度の形ができてからの方が僕はいいと思います。なんでかと、体重いし、走ったりとかすると膝壊したりとかするから、ちょっと痩せてから運動を始めても全然いいかなと思ってます。あんまり僕も本当20キロ痩せた時、体が貧相になったですね。なんか皮が伸びてこうダランダランになって廃墟みたいな感じになってたんで、それで筋肉つけてこう引っ張ろうということでですね、胸筋つけたんですけど、僕の場合はもう顕著に清涼飲料水を買うとですね、コーラって 500ml 飲むと225キロカロリーあるんですよ。5キロ走って、それがもうチャラですね。で、もう角砂糖って1個13キロカロリーぐらいなんですね。だから、角砂糖と17個分入ってるんですよ。だから、コーラってめちゃくちゃ糖分多いんですね。で、生中って195キロ、200キロカロリーぐらいです。で、チューハイがいくら低いとも120キロカロリーで半分いかないんですね。3分の2ぐらいですよね。だから、チューハイ3杯飲んだら生中2杯と同じみたいな感じなんで、なんかこう、チューハイだといいからって言ってガンガン飲んじゃうと、あんまり意味がないって感じですよね。自分が何キロ取れるか考えた中で、自分が食べたいものを優先していった時にどこを減らすかっていうふうに考えていく時に、こういったものってどうしてもやっぱり何も考えずに、キャベツいくら食べたって生中5杯も10杯も飲んでたら当たり前だけど、もうお腹空いててもガンガンこう太ってっちゃうみたいな。人にもよるんですけどね、やっぱりものすごい飲むけど全然太らない人っているから、絶対に全ての人に当てはまる答えではないとは思うんです、吸収の仕方とかはね。だけど基本はやっぱりこれを抑えておくっていうのがすごい大事だと思ってます。油分を減らすっていうのが、油って大さじ1個でですね、100キロカロリーあるんですよ。で、オリーブオイルの方が体にいいよねとか言って、みんなオリーブオイルバンバンかけるんですけど、あれって大さじ1杯ですよ。大さじ1杯で100キロカロリーですから、あれ2杯ピャーってかけたらですね、まあ、2キロ走ったのと一緒ぐらいになっちゃうわけですよ。で、だからこう、炒め物するときとかも油ビャーってかけちゃうよりは、ちゃんとやっぱこう、ね、一回伸ばして、ちゃんとこう、切った方が絶対いいんですね。だから、炒め物とかするときも、これもこういう考え方やっぱり身につけておかないと、なんかこう、イタリアに行ってパンが美味しいからオリーブオイル美味しいってペタペタくっつけると、2回3回つけただけでですね、もうパンもう1個分食べてるのと同じぐらいになっちゃうんで。
全てがカロリーで計算できるっていうわけじゃないんですけど、やっぱり大まかにやっぱり週そのどれぐらい入ってきてるのかっていうのは理解するのにはやっぱものすごい大きな指標になると思うんですね。でまあマインドセットってすごい大事で、やっぱりね、痩せるといいなでは絶対痩せないです。なのでハードルを少しずつ上げていく、まずはですねゴールを決める、期間がないとね、終わりがないと人間続かないので、ここまでは絶対やるっていうね。でそのちょっとずつそのマイルストーンズじゃないですけど、そこ作っていって、ここ成功したら次どうするか、ここでやめるのかどうかみたいな、まず記録するだけでもいいですよね。僕がよく使ってるのがアスケンってアプリなんですけど、もうそれを友達に勧めたんですね。その子すんごい最近太っちゃって、食べてないんだけどなとか言ってみんな言ってたんですよ。で一回これつけてみって、で僕がだいたいいつも60点70点取るんだって話をしてたら、その子初日4点だったらしいんですね。で計算したら自分1800キロカロリーぐらいしか代謝量ないのに4500食べてたらしいんですよ。食べ過ぎなんですよ基本。やっぱりつけると分かるけど、もうつけるだけでいいんで、やってみるとかどれぐらいオーバーしてるのかっていうのが分かる。で基礎代謝のまあ計算式っていろいろあって、完璧じゃないけどいろいろ体重計で検査できたりもするし、あとネットのこの自分の年齢とね体重とか入れていくと出てくるんで、まあやっぱり緩めの設定でスタートしていって、まあ1週間だけ頑張るとか、そういう形からスタートしていく感じですね。で健康管理ですね、やっぱり人間って、これはお医者さんに聞いたんですけど、まあやっぱりこう過食に慣れてない、たくさん食べるのにね、長い、まあ、人間歴史で食物が多くて豊富にありすぎるっていう状況っていうのはやっぱり歴史的にも短いんですよね。何千年ってある中でみんなやっぱ奪い合いをしてるわけじゃないですか。だからお腹が空いてるは悪いことではなくて、お腹が空いてるっていうのはもう脂肪が今ねこう燃焼されてるんだとかね、まあお腹が空くってことは後で食べた時がものすごく美味しくなるとかですね、やっぱお腹が空いてるから食べなきゃ食べなきゃって思うんではなくて、お腹が空いてる方が人間っていうのは体調がいいみたいですね。で僕もあったんですけど、お腹が空いてて眠れないっていうなんかこうマインドセットがあったんですけどね、実はこれね消化って非常に体力いるんですね。ほんでこうむしろこうなんていうんですかね、睡眠が浅くなるんですよ。僕アップルウォッチつけて寝てるんですけど、もう寝る前に結構肉とか食べた日ってもう朝起きるとほぼほぼ深い睡眠ゼロなんですね。なのでやっぱりこう空腹で寝た時の方がしっかり深い睡眠に入ってます。なのでお腹空いた時は夜ね、お湯とかホットミルクとかハーブティーとかあったかいもので胃が落ち着くので、朝すっきり夜中食べるとやっぱりね体だるいじゃないですか。だから結局眠れてないんですね。ずっと消化で体が動かしてるので、ね、睡眠に入れてないんですよ。お腹空いてるけどこうやって寝ることによって朝すっきりして体が休めるんだなっていうふうに思ってやっていくと眠れるんじゃないかなっていう感じですね。甘いもん食べないと満足しないと僕もすごいいつも思うタイプで、何度もやってるけどやっぱりそこにリセットされちゃうんですけど、結局ですね野菜からちゃんと食べてしっかり噛んで食べてると、なんか食べ終わった時に甘いもんってそんな欲しくないんですね。で脂っこいものをだから焼肉とか食べた後とかはやっぱ甘いもの欲しくなるので、やっぱり量をちゃんと制限して食べないとやっぱダメですね。基本ゲーム感覚にしないとやっぱり続かないですね。だから、限られたカロリーで空腹を抑えるゲームだと思う。でアプリ扱うとよりゲームっぽくなりやすいんで、これはまあすごくおすすめですね。なので記録は僕はアプリを使ってます。毎日体重と体脂肪率を測って記録します。体重計の体脂肪率ついてるやつあるじゃないですか、あれで測るんですけど、で大事なのはですね、多少の上下は気にしないということですね。水分で2キロぐらいの上下するんですよ。体脂肪率はですねちゃんと測れないんで、安いやつとかだと、だからひどい時は 10ぐらい誤差があるんですね。お風呂入った時とか出た時で水分が体に取り込まれてるよりも全然変わるんで、まあ、あくまでも指標数値のこのグラフがねこんな風になるんですよ。だけどなんかこう全体を見てるとやっぱりザーって下がっていくんで、僕はアスケンっていうのを使ってます。まあアドバイスが出てくるんで面白いんですけど、まあそこそこバグありますよ。誕生日の時にですね、今日は誕生日だから今日はカロリーの計算のこと忘れてケーキでも食べてくださいって言うからケーキ食べて書いたら、なんか脂質の多いもの食べ過ぎですよあなたみたいなことが書かれてですね、トラップかお前はみたいな、そんなアプリでございますが、まあでもね月 2.4 キロペースっていうのと 1.2 キロペースっていうのを選ぶことができて、基礎代謝とか全部入れるとこれぐらい食べてくださいねって目標が出て、で
なんかバーコード打ち込むともカロリーとかも全部出てくるんで、だからコンビニで買ったものとか弁当とかもパーってバーコード読めちゃうと、もうそのカロリーとかもうそのバランス関係も全部出てくるんですよ。で全部計算されるんでめっちゃ便利ですね。でまあざっくりでいいと思うんです。ご飯多分半分食べたとかそういう感じでね。で今9月1日78キロになりたいので、今ですね85キロなので、まあ公言するということでですね、まあ、友達に宣言するとやらなきゃなとか SNS とかだとね、まあ匿名でできるやつもあるし、まあでも結局まあ僕的にはショート動画でどんどん今後上げていこうかなと思ってます。で6月1日今 85.2 から9月1日78キロにしようと思っているので、月 2.4 キロペースでまあ9月1日78キロっていうのを目指してやりたいなと。まあこれはたまたまこれ作った時にまあ皆さんに公言したいなということと、ショート動画でちょっとずつこう今回これ工夫したよとか、これで落ちたけどあこれ食べちゃったとかいう話をしておけばですね、あの自分が頑張るかなみたいな感じなのと、まあ人がやってるとなんか自分やってみようかなみたいな思うかな。で僕的にはやっぱりこのですね、このこれを取り戻してですね、今もそうなんですけど、ここほらシワが結構すくじゃないですか。これをねストーンってなるように、まあ9月の頭にはなってるといいかなと。これにはもうちょっと戻りたくないなと思っておりますので、頑張ってやっていきたいなと思っております。はい、ダイエットですが、まあ間違ってることもいろいろあるかもしれないです。僕も専門家というほどでもないんで、ただ今まで何度も失敗してるんですけど、ここ10年ぐらいは本当にリバウンドするって言っても85とか6ぐらいが限界で、でそうするとちょっと落としてっていうのをやっていくので、今回久々にちょっと70代に戻そうかな、70キロ台に戻そうかなと思ってるので、頑張ってやりたいのでこうやって書いてみました。なので皆さんもぜひダイエット始める方はちょっと参考にしていただければいいかなと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。頑張ります。